イエスハッピーの寝るときに聞くラジオ。おやすみ前に聞いてね。さあ始まりました、イエスハッピーの寝るときに聞くラジオ。イエスハッピーのさやかです。心です。よろしくお願いします。さあ今回も前回に引き続き、はい、ゲストに来てもらいました。誰かな。私たちの妹分三毛猫ガールズからこの2人です。三毛猫ガールズのあやかです。レミナです。よろしくお願いします。リーダーと新メンバーに来てもらいましたが、はいはい、意外な組み合わせで。そうだね。今、うん、三毛猫ショップで三毛猫ガールズがね2人ずつでショップイベントをしてて、はい、今日たまたまこの2人だったということで来てもらったんですけど、うん、はい、リーダーデビューして三毛猫ガールズとしてからはまだ3ヶ月か。3ヶ月か。2ヶ月経っただけか。そうです。でも事務所で活動し始めてからは9ヶ月ぐらいもう経ちますけど。そうですね。慣れましたか？徐々に慣れてきました。慣れてきた。でもまだライブとかはずっと緊張しっぱなし。本当、うん、はい。だいぶね、うん、私らにも普通に喋ってくれるようになったかなと思って。あ、それは、はい、ね、うん、ちょっとずつ慣れてきて、うん、で、ねれみなちゃんが新メンバーでいつ入ったんだっけ？5月18日にミケネコガールズになったとともに。そっか、ミケネコガールズになった、はい、入ってなったのか。じゃあまだ本当に2ヶ月半ぐらい、はい、なんだ。仕方ってない。でもすっごい仲いいよね、はい、同世代だから。そう、仲いい。仲いい、ね、うんうん、どうですか、ミケネコガールズというグループに入って。はい、初め本当にメンバーに初めて会ったのも、うん、その、うん、加入する直前ぐらいで、うん、あ、私らが挨拶した時ぐらいか、はい、あ、そっか。 いきなりの自己紹介の動画がそうそう、あった初日にじゃあちょっと自己紹介してくれるって撮らされた、ね、撮ったんだよ私、はい、うん、その時が本当に初めてぐらいで、今こうしてたくさんイベントとかにも出させていただいてるのがすごいもうびっくり、まだびっくりがいっぱいな、なんかね、お利口さんだからレミナちゃんすごいきっちりしたコメントするじゃん。そ何その顔、リーダーしっかり喋んなと焦る感じだ。焦らないといけないね。いやでも今日はこれラジオなんで、うん、はい、ライブみたいにきっちりとしたコメントじゃなくて、そうそうそう、結構素の感じで喋ってほしいなと思って、うん、もう何も今決めてないし、うん、何も二人には伝えてないので、そうそう、もう自由に喋ってもらえたらなと。じゃあレミナちゃんも素の状態焦るから私が冷やせるとね。YouTube の企画しててさ、うん、この間早速1個目をね見させてもらいましたけど、あやかちゃんもあやかちゃんらしくてすごく良かったと思いましたよ、うん、質問のやつですか。質問のやつ。そうそうそう、質問のやつ、メニューのやつ。結構みんながこんなんしたいとか言ってさ、うん、YouTube とかもいろんな企画してるじゃん、はい、だいたいああいうの誰が言い出すん？5人の中で企画はとりあえずそれぞれ10個ぐらい考えて、その中からできそうなやつをやろうやっていて。へー、5人だけでいるときはさ、誰が仕切るん？リーダー？いや、一応なんかみんなで決めたやつは私がやろうかみたいな感じとかあったり、うん、まあ、くーちゃんとかやるでーとか言ったりもあったり、うん、でも基本はその企画を持ってきた人が、うん、ああいいね、司会をするって進めて、はい、なんかこの間特典会で後ろで三毛猫ガールズちゃんと並んでたんですけど、ハッピーちゃんこんばんはの日ね。そうそうそう、その時もなんかもう一つも間がないぐらいずっと遊んでしまっててもうなんかみんなでゲームしたりさ、はい、なんか別にさ、そのステージ上でファンの人が見てない裏側なのに、そうそうそう、ずっとも 100% のテンションで遊んでるから、まあ、巻き込まれてる、これが若さかと思う。楽しかったです。楽しかった、はい、で最近はさ、結構私らとのライブもさ増えてきて、この間京都ミューズでね、ミラスカのマリちゃんのバックで踊ったりしたんですけど、先週の放送聞いたラジオ、あ、聞きました。こんな褒められることないっていうぐらい褒められてなかった。もうみんなで LINE で褒められてるって言ってました。嬉しい。正直緊張した？めちゃくちゃ緊張してました、うん、もう私は前の、ラジオの時にも言われてたように、うんうんうん、目もバキバキです、ね、本当にもミラスカプラスさんの楽曲をさせてもらうっていうことは貴重なことで、うんうん、しかもその日にエンジンだしょって、ね、そうだよ、すごい出番ギリギリかな、はい、の時にエンジンやろうって声かけていただいて、
それでこうミラーミラーってやったんですけど、あれねいいよね、めっちゃ緊張しました。それもあミラーも緊張しない、はい、もうエンジンもみんなでいっぱい練習してできるかなって言って順番こう来てこう来てここみたいな、その後2番ね全員でできたもんね、マリちゃん、うん、あ本当だね、マリちゃんの出番前に袖で、ね、うん、してね、はい、ミキティ涙してましたけど泣いてた、あの感じもめっちゃ久々に見た、なんていうの、うん、ね、悔しいという感じの涙って部活動ぐらいの時しか味わったことないからさ、うん、ある活動してこの泣いたことある、悔しくて泣いたとか、泣くまではいかないですけど、うん、泣くぐらい悔しかったこととかは、あの美濃温泉さんで、うん、あのカラスクさんと初めてあのツーマンみたいな感じにさせてもらった時に、うん、なんか全然進行できなくて、緊張するよねあそこは。それでもうそれでブーってなりましたね、悔しい。想像はしてたんですけど、あこうやっていこうみたいな。うん、なんかするよね。いざ喋るとなるとなんか何にも出てこなくなって、なんか一回その時にさやかさんを降臨させたんですよ。生きてんのに私は今日はさやかさんの映像と、やっぱりさやかさんはちょっとまだまだ、ね、まだ降りてこんかった全然慣れなかったです面白い、嬉しいです、そこで、ね、思い浮かべてもらえるんだ ねレミナちゃんはある、そういう悔しいみたいな、もう本当にほとんどの今イベントとかライブの時は毎回思ってます、うん、ストイック、家帰ってからもう一回同じセットリスト練習したりして、すごくドッテリード私もやね、すごい偉い ね私人が泣いたの久々に見たって言ったけど、心さんので見たことあった、私実はよく泣いて、心さんはピュアピュアなんで、まっすぐな人は多分そうなるんだろうね、なんか悔しいみたいな、だからすごいさ言ってくれてて、こんなもうそんな気持ちにはなる、どういやまあまああるなって大人になったらね、あんまそういう気持ちには関係ないって言ったけど泣いた人おったわ、ごめんねって言ったそう、ちょっと空白のね時間を作ってしまうことがあるので、いやでもやっぱ人間だからね、失敗はあるから、それを面白くね変えるタイプと、ああやって涙して綺麗なシーンにするタイプはね、綺麗なシーンになったらそれはいいですよ、ね、よかったですね、そうだからバランスが面白いよね5人の、そうそうそう、でもなんか YouTube をね見てて、その何回かしかまだ見てないんだけど、うん、そのトークイベントのやつを見たのダイジェスト、あら見たよ、でもなんか意外に思ったのが、私たちの前とちょっとみんなキャラが違うと思って、それ一番違うのがレミナちゃん、あなんかしっかりしてる、うん、そうです、なんかふわふわな感じじゃんいつも、そうなんですよ、なんかね緊張したらああなっちゃうんですよ、うん、緊張した方があのチャキチャキ逆やな、はい、あれ緊張したの、緊張したらああなっちゃって、普段が結構こんな感じなんで、うん、あそうなんだ、私意外で、その回ってさ、あやぴが司会で、はい、レミナちゃんゲストで、でもいいバランスでやってて、うんうん、まあでもなんか YouTube はいいとこだけ編集してるからなってヨッシーさんが言ってたけど、いや多分あれはあの一番ダメなところあれより良かった、はい、悪意のある編集で、なんか意外だったのが、そのレミナちゃんが途中からなんかちょっとこう引っ張ってる感もあって、そうなんですよ、あもう引っ張られてるでもいいバランスだっためっちゃ、だからあのメンバーだけの時はこんなキャラなんだと思ったけど、どうその辺は、その辺どう思いますか、いやなんか、うん、思ってたんとちゃうと今あの YouTube 撮って行ってるんですけど、うん、その時にあのくーちゃんとペアの時とかも、うん、なんかすっごいしっかり喋って、へー、なんかくーちゃんもしっかり喋りたいけど、うん、やっぱりレミナちゃんのこの本当のしっかりさ、うん、っていうのがあるからくーちゃんもなんかちょっとうわ引っ張りたいのにめっちゃ面白いじゃん私上やからね、あ、そうか、ちゃんと一緒だとやっぱりあお姉さんやからしっかりしないとっていうのがあって、余計に、うん、あしっかりするんだ、そうなんだそういうの知りたい、私らに見せてない、この子こんなとこあるよ、うん、みたいな、ミキティとかさ、うん、いやミキティはあのまんまか、だからよくそのお客さんから聞くのは、萌えちゃんはもっとなんか面白いって、そうそう爆発するみたいな、まだ出てないですか、いやでも萌えちゃんこの間、はい、その先週のこの寝るラジオ聞いてますみたいな、うん、インスタに上がってたから嬉しい、ありがとうみたいな、6回目ですみたいな、うん、言った後に、私はレミナよりクーよりイヤハピさんのこと好きなんでって言って面白かった
ったの。フライトリーダーマ一番。イヤハピのこと大好きですって言ってた。出し抜いてたよ、コメント欄で。しっかりと。面白いなと思って。でも、萌えぴは本当に好きな人は、本当に好きっていうタイプなの。へぇ、嬉しい。本当です、それは。お、わ、嬉しいね。イメージはすごい、みんなのイメージを持ってたイメージと、最近一緒にライブするようになって、ちょっとずつ変わってきた。確かにミキティはあのまま変わらん。もう出会った時から。そうね。ミキティね。いじってしまいたくなる。ね、意地悪面白かったもんな。意地悪って普通に言ってたもんね、私。意地悪びっくりした。意地悪ってあんま大人になって言われたことない。言われたことないよね。泣いてましたもんね、最近。笑いすぎて。いや、本当出番前に。いや、面白いな。あの人をもっと活かせるようになりたいなっていう。楽しいね。でなんかちょっとずつみんなその回す人、うん、そうやってしっかり引っ張る人とか見えてきたから余計面白い。なんかみんながその MC 回してやらなきゃいけないからさ、うん、この人が得意やけどこっちが引っ張ってるみたいな日とかあるじゃん。あるある。それを見るのも面白いし、うん、こう競い合ってるから今その MC 力上げようって言って、ね、みんながもがいてるのを見てね、なんか部活みたいな青春漫画を味わってるわ。そうで、この間も言ってたけど、そのハッピーちゃんこんばんはの日の MC もすごいみんなリラックスしてやってたから、うん、ね、よかったねって言ってずっと言ってた。真似したい、今メリアちゃんの真似したい。でもあやぴはこのあやぴがしっかりしたら面白くないんだよね。そうなんですか。しっかりしなと思って毎度毎度反省してるんですよ。頑張ってるなと思う。そう、頑張ってほしいんだけど、だってあやぴがさテキパキしだしたらさ面白みなくならん。あ、そうなんですか。この変わってる自由な感じが。そう、初めて言われた。だから陰でコントロールしてもらったらいいんだよね、みなちゃんとかに。操ってもらった。そう、なんかイメージではもえぴも割としっかり喋るイメージがあったから、もえぴが操ってあやぴが自由に動くみたいな、うん、あ、たまになんかちょっと最近ちょっとそっちもえぴが MC とかしてくれるようになって、うん、すっごいなんか楽しくなってきたね。あ、よかった。 MC タイムが、うん、そう、怖い怖いと思うとね、うん、もうね、苦手いっぱいになっちゃうからね。なんか初めの頃私らもさ、うん、その順番にやったりさ、4人組時代とか担当、この日はこの子がこれ告知しようとか、うん、決めてたけど決める方が堅苦しくて、なる、あれ忘れちゃったとか、あれ言わんかったなみたいなのが増えてくるから、うん、ね、自由にやってる方がこの間のこんばんはぐらいにゆったりやってる方が個性出て面白かったなって思うけど、うん、そんなわけにもいかん ね、まあ、ね難しいよね。難しい。まあ、でも出来たてのグループだから、うん、もうもっとみんなに今ね、あんまりライブができる状態じゃないけど、うん、もっともっと私らがいないライブにも出たりさ、みんなが有名になってくれたらね、私らも自然とこう事務所で底上げして有名になれるわけなんで、頑張ってほしいなと思うんですけど、はい、どんなアイドルになりたい？どんなアイドル、うん、私はあの老若、あ、ミキティも言ってるんですけど、うん、老若男女問わず、うん、なんか誰からも好かれる、難しいんですけどそれは、うん、にアイドルになるのが一番いいかな、うん、そう。一緒じゃん。一緒ですよ。心さんもずっとそれね、はい、聞かれたら言ってて、事務所の方針かのように。それは事務所の方針。嬉しいですね。ねえ、なんかそれを思ってくれてるのも嬉しい、うん、なんかやっぱり全年齢に対応したいよね。そうね。そう、なんかお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんが見ても安心だし、子供たちにも好かれるようにね、三毛猫ガールズにもなってほしいなと、うん、おー素晴らしい。お、いいじゃん、いいじゃん。方向性間違ってません。よかったです。そう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 。エミナちゃんはどんなアイドルになりたいですか？でもやっぱりさやかさんに、うん、あの私たちがこういう活動をしてて、あの親とかが心配にならないような、うん、アイドルになってねっていうのを言ったの、この間いただいたんで、それを他のファンの方とかも応援してて、あの周りの人とかが、あ、このグループとかだったら応援したくなるよねみたいなのを言ってもらえるようなアイドルになりたいなって思います。いやね、この間喋ったの2人でちょっと、はい、思ってた以上に本当にしっかりしてて。そう、まだ19とかでしょ。 18 か、すごくない？19、18の時に大阪に出てきたけどさ、何も考えてなかったね。考えてなかったね。こんな親を安心させようとかさ、考えてなかったけど、なんか思った以上にみんながなんか私たちの背中見てなんか育とうとしてくれてるんだなっていうのも感じるし、なんかなんていうの、だってもともとさ全く考えが違ったら多分同じ方向に進めないから、ね、うん、すごい嬉しい、自分たちの後継者ができてると思って、ね、
心さん逆に妹分にどんな風になってほしい？いやでも本当に今だから言ってくれたのがすごい嬉しくて、うん、なんかやっぱさこういきなり大きいところを目指したいって思うことも大事だと思うんだけど、うん、こう一歩一歩いろんな人に見てもらって、うん、いろんな人に安心してもらえるアイドルになってもらえたらなと思うので素晴らしい気持ちが聞けたなと、ね、楽しく安全に活動してほしいから、うん、平和にねそう、はい、かなんかなんだろうなどうしてもやっぱこううまくいきすぎたらさ、うん、ちょっとだけ調子に乗っちゃったりとかもするかもしれない、もしかしてねこっから急に人気が出るかもしれない、そうそうけどなんか多分大丈夫なの最初から先輩のことちゃんとこうなんかそれもなんか先輩のことちゃんと見てる私たちだけじゃなくて、いろんなアイドルの共演者の方とかにもちゃんとなんか普段のね自分たちでお礼を言えるようにいてほしいなと思います、うん、そうなんか素直な子が集まってきたから、うんなんかこのまま伸び伸びとなんかいっぱいいいアイドルさんも周りにいて、うん、いろんなアイドルが今ねアイドルってブームだからいっぱいいるけど、うんうん、このまま純粋にピュアに楽しく育ってほしいなと思ってるので、はい、頑張りましょうね、はい、頑張ります、頑張ります。で次のライブが8月17日に京橋ベロニカでね、はい、未来スカートプラスのマリちゃんとラブリーズちゃんと、うんはい、一緒にライブがあるんですけど今回のライブまだね台本までは決めてないんだけど、うん、ちょっと変わったただの対バンライブじゃなくて、ちょっと番組形式でやってみようかなということで、うん、ゲスト司会みたいな、うん、今ガールズちゃんたちがやってるみたいに、うんうんうん、ベテランの先輩たちのねこの MC 力を見てもらおうと思って見たいです。ちょっと内容考えてるので、はい、配信にはなるんですけど皆さんよかったらテレビ番組見る感覚で見てほしいなと思っております。はい、ミケネコガールズは何かお知らせある？ミケネコガールズのお知らせは YouTube か、まあ、YouTube ですね、うん、あと10月に1周年迎えるんだよね。あ、そうです、はい、10月の 8は開けといてほしいっていう感じかな。開けといてほしいです。はい、なのでぜひね毎日今月は YouTube 上げてるみたいなので、はい、ぜひ皆さんチェックして、はい、ミケネコショップのねイベントにもみんながどんな MC をしとるのか、はい、見守りに来てほしいなと思っております。ということで、はいはい、本日のゲストはミケネコガールズのあやかちゃんとレミナちゃんでした。ありがとうございました。ということであっという間に、はい、早かったですね。早い、うん、どんどんね後輩に順番に来てもらって、そうだね、毎週2人ずつぐらい来てもらってね、うん、ラジオの練習もしてほしいので、うんうん、遊びに来てもらえたらなと思っております。それではまた来週お会いしましょう。おやすみなさい、うん。